こんにちは。今回はこちらセリアで購入しているミルミュソックヤン、こちらのカラーナンバー6番、こちらを使って三角ショールをまたちまちま編んでいこうかなと思ってます。カラーナンバーが6番、アクリル 100%、 35g、 105m 入ってます。で、かぎ針の指定が4号から5号になってます。で、こういうのを使っていきます。これを中から取っていきます。はい、こんな感じで中心部分から糸を出してきて始めていきます。で、6号で編んでいこうかなと思ってます。で、この鎖編みから始めていきます。グッと締めて鎖編みを1、2、3、4つして、1つ目の手前1本取ります。で、ここで鎖編みで輪を作ります。引き抜きで立ち上がりを3して、鎖編みを3して、こう始めていきます。で、ここの横の分の穴を鎖編み2つでまた始めて、糸をかけてこの穴の中に針を入れて、ここは巻き込んでいこうかなと思います。巻き込んで長編みを1、2、3、4、4つ長編みを編み入れたら、鎖編みを3個します。3で糸をかけてこの穴の中に糸を巻き込んで、長編みを4つ、あれ、1、2、3、4で4つしたら、鎖編みを2つで糸をかけてこの穴の中に長編みを1つで終わります。で、1段目完成です。で、次2段目、鎖編みを1つしたら裏返しにして、で、この横の分鎖編みを2つします。で、次はこの穴の中に細編みを編み入れます。これで穴ができました。で、鎖編みを1、2、3、4、5をしたら、次の穴のところに針を入れて細編みで、細編みしたら1、2、3、4、5っていう感じで、この同じところ、まあ、こっちの際に寄せて細編み、幅で尖りを出していきます。で、鎖編みを1、2、3、4、5で、次の穴のところここに針を入れて細編みで、鎖編みを1つして、糸をかけてこの穴の中に中長編みで終わろうと思います。あ、これはもう一つ鎖編みした方がいいかな。ここで鎖編みを1、2して糸をかけてこの穴の中に針を入れて、3本を一度に引き抜いて、まあ、この方が穴ができるからこっちでしていきます。で、鎖編みを1、2、3して、この横の分鎖編み2つ編んで、裏返しにして、で、糸をかけてこの間のところ、ここに長編みを4つ、1、2、3、4、4つしたら糸をかけて、まあ、鎖編み1つ、糸をかけてこの穴のところ、ここに長編みを4つ、1、2、3、4、4つしたら鎖編みを1つで、糸をかけてこの穴の中に、ここは三角のてっぺんですね、ここに長編みを4つ、1、2、3、4で、4つしたら鎖編みを3つで、糸をかけて同じところに長編みを4つ、1、2、3、4、4つしたら鎖編みを1つ、糸をかけてこの鎖編み5をしたところに鎖編みを4つ
長編み4つ、1、2、3、4、そしたら鎖編みを1つ糸をかけて、最後のここに穴を作ってると思うんで、ここに長編みを4つで1、2、3、4、4つしたら鎖編みを2つで糸をかけて、同じところに長編み1つで終わります。こんな感じで、でまた鎖編みを1つして、この横の分鎖編み2つで裏返しにしてから、こうやって入れてもいいですね。細編みして、でここに穴ができました。で鎖編みを1、2、3、4、5で、ここからはこの4個、長編みをしているとこと4個長編みしているとこの間、ここに細編みを入れてつなげていきます。で鎖編みを5個、3、4、5で次の穴のところに細編みで、鎖編みを5個、2、3、4、5で、このてっぺんのところ、ここの長編みのところ、寄ったところに細編みして、鎖編みを5個、3、4、5で、ここの同じところに細編みをしてつなげます。で次はこの4つに対して5個、鎖編み1、2、3、4、5で、この間のところに細編みで、鎖編みを1、2、3、4、5で、この間のところに細編み、鎖編みを1、2、3、4、5で、一番最後のところも穴があるので、ここに細編みして、で鎖編みを2つ糸をかけて中長編みで終わります。で鎖編みまた3個、この繰り返し編んでいきます。最初だけちょっと違うんですけど、もうここからはずっと同じ感じで、1、2、3の繰り返しで、横の2鎖編みをして糸をかけて、で次はここだ、ここに長編みを4つします。1、2、3、4、やっぱりここ飛ばしちゃうんですよね、私も。で鎖編みを必ず1つして、糸をかけて、ここの穴のところに長編みを4つ、何回もこれもほどいてて、ここ忘れちゃって、1、2、3、4で鎖編みを1つ、糸をかけて、この穴の中に長編みを4つ、1、2、3、4で鎖編みを1つして、糸をかけて、穴の中に長編みを4つ、1、2、3、4つしたら鎖編みを1つ、糸をかけて、このてっぺんのところにも4つを2つ入れますね。1、2、3、4で鎖編みを3個、この長編みした時は鎖編み3個、糸をかけて同じところに長編みを3個、1、2、3、4で4つしたら鎖編みを1つ、糸をかけて、ここに長編みを4つ、3、4、4つしたら鎖編みを1つ、糸をかけて、この穴の中に長編みを4つ、1、2、3、4、
そしたら鎖編みを1つ糸をかけて穴があるのでまだこうやって広げていきます。2 3 4 4、したら鎖編みを1つ、でここも忘れないようにして糸をかけてこの穴が入っているところ、ここに針を入れて長編みを4つ、1 2 3 4で、4したら必ず鎖編みを2つして糸をかけて同じところに長編みをして終わります。でまた鎖編みを1つして横の分2つ、でこの中に細編みを入れてここは5鎖編みで、この間に細編みを入れて鎖編みでつなげていきます。この繰り返しをこの裏返し裏返しで編んでいこうかなと思ってます。まあ、これで、ちょっと間を空くんですけど、この隙間でもすごく可愛くなるんじゃないかなと思って、まあ単色で編んでみてもすごい可愛かったんで、これは可愛くなると思うので、まあ、色の入り方がすごくいいのでこれでスーッと編んでいってみようかなと思います。で、一玉でどれぐらい編めたかっていうのをまたお伝えして進めていこうかなと思います。はい、こんな感じで一玉分編んできました。で、どれぐらい編めたかちょっとサイズを、まあ、大体にはなるんですけど測って進めていこうと思います。まあ横幅っていうのかな、これ一番長いところで、まあこう曲がってるところもこういう風に測ると、まあ、48センチぐらい結構ありますね。で、ここの次に長いところ、まあ、結構ね曲がってるんで測りにくいんですけど、まあ、40センチぐらいで、中心部分が25.5 センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。で、ここでマジックノットのつなげ方でつなげてもいいんですけど、細いからでも結構糸が滑るので、するってなっても怖いなと思うので、まあいつもと同じような、あの、つなげ方。まあ、結構糸を多めに出しとこうかなと思いますね。こういう風に。もうちょっと編めるかな。まあ鎖編みの間でつなげることにはなるんですけど、まあそれかね、ここ、もったいないんですけど、細編みのところでつなげようかなと思いますね。こうして、細編みのこの段階で、まあ、どっちが裏でもいいんですけど、糸をつなげるときは、まあ、一回こっちって決めたら、この面にずっと糸を当ててつなげていきますね。ここの細編みでつなげます。で、2本を1回だけこうやって巻き込んで、鎖編みを次編むので鎖編みして、で、1本だけこうやって巻き込んで、別々に巻き込みながら編んでいこうかなと思いますね。1、2、で、手前にある糸は向こう側に渡して3。で、向こうから手前4。手前から向こうっていう感じで挟みながら編んでいこうかなと思います。これでしっかりね、こう、糸始末みたいな感じにしていけるかなと思うので。で、ここで細編みして、まあ、糸始末とかね、こういうのも、あの、人によって違うと思うんですけど、で、ここでまた巻き込んで、私はこういう風にするっていう感じでお見せしてるだけなので、あの、やりやすいやり方でやってみてください。それで3個。もう左手が慣れてて。5。で、こうしたら、ここに、細編み。まあ、たまたまこの鎖編みの段でこういう風につなげてるんですけど、まあ、もしかしたら目加減のところで、なんか編み加減によって、この長編みの段で、こう糸を足すことになるかもしれないんですけど、まあそういった場合はそういった場合で、あの、また別のっていうかね、まあ巻き込みながら編んでいくので、まあ同じような感じではあるんですけど、これでずっとね、糸が、まあできるだけある限り、こうやって巻き込んで編んでいくと安心かなと思います。これでずっと編んでいって、で、またこう帰ってきたらここの糸が、当たるので、まあ、巻き込みながら、今度は長編みで巻き込むことになりますね。次の段は長編みの段なので、
こういう感じでぐるぐる編んでいって、で、何玉使いましたっていう感じでお伝えして進めていこうかなと思います。めっちゃ可愛くなりそうですね。これで進めていきます。はい。こんな感じで結構大きく編んできたので、まあ、ここで終わりにしようかなと思います。一番最後、細編みして、で鎖編みを2つして、中長編みで終わってたところを、まあ、全部鎖編みでつなげようかなと思います。鼻に針を入れて引き抜き。で、ここでもブランとなってしまうので、鎖編みでグッとして留めておこうと思います。で、糸を長編みにカットして、まあ、あと1段いけないかなと思うので、ちょっと残して編みますね。で、ここでスッと糸を取って、で、糸始末していきます。針に糸を通して、まあ、どっちが表でも裏でもないので、まあ、いつものように、こういう風に、針を入れて、まあ、編み地が少ないので、ちょっと難しくはなるんですけど、で、できるだけ同じ色のところにしたいんですけど、白は一番端に来てしまっていて、まあ、ちっちゃいところで何回か返し返しをしながら、ちょっとずつ進んでいこうかなと思いますね。こんな感じで。まあ、しょうがないので、この中に通っていきます。まあ、両方見えないところを通ってますね。まあ、編み地は少ないんですけど、まあ、分厚くあるところもあるので、こういう長編みを同じところに入れたところとか、こんな感じにしとこうかな。で、この中でちょっと引っ掛けたりして、糸を引っ掛けて、また違う方向に進んだりして、で、この中でまた糸をかけて、まあ、反対側にしてもいいし、まあ、しやすいやり方で、で、また引っ掛けて、ちょっと進んでおこうかな。まあ、結構ね、いつもより多めに返し返しで糸始末しておこうかなと思いますね。こんな感じで。で、一番最後は、まあ結構中側に来た、この分厚いところで終わっとこうかなと思います。こういう風に、針を入れて、で、スッと抜いて、で、こう引っ張りすぎてないか見て、自然な状態で糸を残します。で、ギリギリでカットして、あと糸が残っているところも、まあ、全部、同じように糸始末していこうかなと思います。では、糸始末していきます。はい。こういった感じで糸始末を全部して仕上げてきました。で、結構大きいので、またサイズを測っておきました。長いところで、113センチ。で、ここの2箇所が90センチ、90センチ。この中心部分でだいたい60センチぐらいになっています。で、糸は、1、2、3、4、5。5玉使って、これぐらい残ってます。まあ、使い切りっていう感じで使いました。まあ、こういうところからも何か参考にしてみてください。まあ、結構ゆったり肩からかけれて、まあ、ちょっとここで結べるぐらいの大きさにしました。もうめちゃくちゃ時間がかかったんですけど、まあ、めちゃくちゃ可愛くなったので、まあ、大満足ですね。まあ、こちら表にして読んでいこうかな、使うの。まあ、裏なんですけど、裏も可愛いですよね。ちょっと編み目が違って見えますね、表と裏。こんな感じで。で、まあ中心部分をクシュってして、このマフラーみたいな感じでも使えるし、めっちゃ可愛いですね。ちょっとダランと、ここを垂らしても可愛いと思うし、こんな感じでいろいろ使えると思うので。まあ真冬はちょっと寒いかな。まあ結構暖かいと思うんですよね。こうやって透けてるけど結構みっちり編めてるし、まあ寒かったら、まあ、冬以外は使えると思うんですよね。まあ、春とかでもこう肩からかけたらめっちゃ可愛いと思うんですよ。まあ、色的にも結構明るいし、まあ、顔周りに持ってきたらめちゃくちゃ可愛くなるんじゃないかなと思うんですけど。まあいろんな色で作ってみたいですね。こんな感じで可愛く作れるので、まあめちゃくちゃ時間はかかるんですけど、ぜひ編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。